スキャンはさっき一人で受けたわ。今は平気。でも自覚症状がないだけかもしれない。自分でするのは嫌なんだ。話しかけないでよ、気が散る。まあとにかくやってみるから。誰かが通信ソフトにロックをかけて、ここから外に連絡できなくしてる。でも時々外から混戦気味に通信データが入ってくるのを見つけたから、ロックを外せれば、あるいはまともに通信できるようになるかもしれない。何の連絡の手立てもなかったレミューよりはまだ希望があるよ。オッケー。ココの容態は？そう、
と少しだけ時間があったらデータを取り出せたのに。警備室の端末、最後のパスワード、やっと分かったのに。そうだ、ヒメルからならテラバイトディスクにコピーして。第3 EBF 応答してください。こちらは海上保安庁特殊救難隊、インゼルヌルより指示を行っています。第3 EBF か。こちらインゼルヌル管制室、海上保安庁特救隊本部、こちらの通信が聞こえるか。大至急救難隊を向かわせる。第3 EBF のプールは使用可能か。要救助者の場所と数は分かるか。6名だな。了解した。民間サルベージ機関の深海潜水艇にこちらの救難隊員が同乗している。到着次第指示に従って脱出してくれ。できるだけ急がせるが約1時間後になる。万一の際には研究所内に残されている深海探査用の潜水艇があるはずだ。すまないがそこに避難するように。レミューの核兵器強度はすでに限界を超えている。もしも一部分が悪化するようなことにでもなれば、どこかのエリアが崩落し沈没する危険がある。いずれにしろ重量のある破片が落下し研究所上部にぶつかることが予想される。もちろんそのような事態になる前に迅速な救助が行えるよう我々も最善を尽くす。必ず救助に向かう。もうしばらく待っていてくれ。